こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアワーを始めていきます。今回はですね、最下位に落ちてしまいました。そして、11位のサシオゴドックスとやります。これは絶対勝たねばならない。ちなみに、サシオゴドックスの、実績です。選手データです。まあ強いけれどもっていう感じですね。もうスタメンね、ベストメンバーかな。幸子を上げてみよう。マナミよりサツキだな。三木本、羽生田。羽生田もいいんだよな。例えば、羽生田は C なんです。羽生田をサヨの代わりに。このツートップは変えられないな。絶対点取らないと。そして点取られないようにしないとね。裏側をあえて入れてみよう。美穂。節子の方が身を取るよな。まどか、まなみ、さよ、さよを、入れます。これでいいかな。ゆうなもだいぶ良くなったんですけどね、この試合にはもう出せません。というわけで、これで行ってみたいと思います。日本柳か。去年、やっぱり同じく戦ったチームですからね。日本柳をマークしてみましょう。さあ、試合開始です。絶対勝つ。お、勝率はこっちの方は高いんだ、圧倒的に。ホームっていうこともあるけど。さあ、キックオフです。さあ、早くもチャンス作ったぞ。これはコーナーキックになります。七子です。え、すげえ、七子。思わずえって思っちゃいましたよね。キーパー動けません。さあ、幸先のいいスタート。まあこれがずっと続くとは限らない。そこですね、問題は。交代はこの使い方とかは問題だ。あーっと、これは無理だろう。焦りすぎ。おーっと、結構シュート勢いあった。コーナーキック。このゲームコーナーキッカーの得点率高いんですよねと思った。入れられてしまった。サビエ。おっと、あーっと、ちょっと流れたが、それでもグリアに入れていった。2点目。試合が目まぐるしく動きます。抜けた。ちょっと流れたんですけど、立て直して。
シュートを決めました。再び勝ち越しです。さあさあにマークはしますが無理はしません。オフサイドですね。これはワンツー、ああちょっとこれは甘かったぞ対応が。さあ結果的にバックパスになった。羽生田回る。おっとちょっと、あとノーホイッスル、これは助かった。ミオ誰に行くんだ、あと飛び込んでくるが、緑か、飛び込んでくるが及ばなかった。2点リードは欲しい、安心したい。うん、これはちょっと厳しいね。さあここはボールをキープしたいが、奈々子すごいな奈々子。おっとくるみが無理やりシュート、前後に入れ替わる感じ、ちょっと長いが、ミオからそれサツキに出した、これはうまい、サツキ直接シュート。及びません。さあアディショナルタイムは1分です。奈々子取りました。さあ上がっていきますが、これで前半終了です。結局1点リードですね。さあこれはまだ交代枠を使う場面ではない。幸子は飛び込んできますね。ちょっと開いちゃうんでね、オフサイドか。まあ勝つことが絶対条件、引き分けではこれいけませんからね。引き分けでは交代になってしまいます。ここは確実に取っていきたいところ。ボールをキープする、サツキを、サツキがちょっと落ちてきた。羽生田を上げて幸子と入れ替えて窓かに変えましょう。シュート打った、緑。さあこれを超えられるか、すごいスーパープレイ、2点差、これはいい2点差です。いい2点差ってなんだよ。まったい一歩近づいたっていう感じですね、あの勝ちへ。いやこれ守備陣をかいくぐったこの力ってやっぱりすごいですね。さあ幸子も疲れてます。幸子も交代かな。ただやっぱりどっちかといえば守備重視したいですからね。みゆき、みゆき、ちょっとこれ、体勢を変えて2-2-4-4みたいにしたいと思いますと、そのみほも疲れている、これを萌えと交代します。さあこれで交代枠一気に使い切りました。あれ、あと交代許されなかった。さあ気をつけろ。さあ羽生田が上がっていく、まだ羽生田は元気な方だ。あーっとノーホイッスルだ。ここは私はいけない。ミオ、そっとミオがくるみへ、くるみから、あーっと流れてしまったよが、しかし、どうしたんだろう、ファールかな？ファールですね。
さあ、くるみ、直接いないが、くるっと、そこを繋いだ。緑、決定的でしょう、これは。ハット、緑はハットトリックです。緑？緑です。緑、ハットトリック。素晴らしいし、この、追い込まれた状況下に素晴らしい仕事を見せてくれます。これは、おっと、緑取った。あーと、これは左に外れました。積極的に行きますが。さあ、窓かーっと、しかし、これはちょっと危ないぞ。と、ファールは逃れた。さあ、ミオから。今度は逆に構成だ。緑だ、また。さすがに、ちょっと疲れてきたか、緑も。そうですね。244の体勢になってますからね。ミオ。最後までいいですね。さあ、これで、ほぼ。おっと、コーナーキック。まだ、ホイッスルはならない。さあ、これが最後の攻撃か？まだ終わらない。ここでホイッスル。4対1。素晴らしい勝利を挙げました。ここですね。これも良かった。で、コーナーキックを得まして、それを直接シュート。直接ですよ。これはすごかった、ナナコ。先取点を奪いました。と、磯崎、強烈でした。その後、こちらもコーナーキックで、ザビエルが同点、追いつかれました。ただその直後、ミオからちょっと流れたんですが、そこを立て直して、切り返して、再び勝ち越しのゴールを決めました。そして、具体的にこちらがボールを持つ展開にはなってるんですけど、と後半、緑が切り返して、これがすごい！守備陣をもう蹴散らして、固まる3人、4人いますよ、これ。これを蹴散らしてゴールするんですか？すごすぎる。そして、くるみ。フリーキックから、頭で飛び込んで。これだけ守備陣いるのにすごすぎます。その後も、まあ、攻めていきます。ただ、ちょっとこれはシュートが早かったかな。そして、ミオも直接。シュートを。コーナーキックになりまして、いろいろもつれた結果、藤岡が取って。そしたら、ボール支配率がやっぱ圧倒的でしたね。相手は2本ですからね。まあ、ベストメンバーで乗いた結果、いい勝利を得ました。はい。6つ。課題を得ることができました。これは、また、特訓するとき、はかどるですね。これで、入れ替え戦から脱出することができました。まだ、勝利を、積み重ねていきたいと思います。愛されてます。さあ、どうだ ?5400 万ですが。ああ、残念。なかなかうまくいかないですね。女子選手はいませんでした。一週か。ちなみに、練習試合全部 N1 ですけど、
ですね。まあ、ここで N1 でやっても仕方ないかな。それよりは、特訓カードを使うから、その特訓をすべきか、N1 と、控え中心に練習試合をやらせて、控え能力をつけさせるか、迷うとこです。そんなにカード、特訓結構やっちゃってるんで、カードって使っちゃってるんですよね。2週後ですね、次の休みは。基本的に休みの後しか特訓しちゃダメだと思ってるんで、まあ、ジャパンカップは今年出られない。あ、ジャパンカップは出られんのか。ジャパンカップはダイハード富士見とやりますね。ダイハード富士見は N2 の8位です。まあ、弱いチームではないんですが、というとこ、次も函館ペンタゴンですからね、負けたくないですよね。主力を投入は絶対です。なので、この試合も勝たねばなりませんので、同じようなベストメンバーで挑む必要があります。ということで、無理はしませんです。練習試合控えを中心に行いたいと思います。はい、ぜひぜひ、登録していた、チャンネル登録よろしくお願いします。動画をお持ちの方、ぜひ、コメントいただければ嬉しいです。何人目とか登録したとか書いていただければですね、こちらも、非常に嬉しく思うし、いいことあるとかもしれませんので、よろしくお願いします。また、この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを流れます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しいです。プレイリストなどありますので、プレイリストもぜひ、登録、ブックマークなどよろしくお願いします。というわけで、見事な快勝劇でした。次回、函館ペンタゴン戦も、勝って、そうですね。残留へ、弾みをつけたいと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。